どうもぺこです。さて今回もフリーフォールやっていきたいと思います。でもさ急なんだけど何話せばいい俺何話せばいいのかな。おら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 じゃあ、もうさこう話すことがないんだよね。話すことがないっていうのを話す動画今言ったなどっか行っちゃった何話せばいいんだろうと思って、生い立ちを話していきましょうか。私のペコが初めて買った CD、 あーいろいろバレそうだなそういうのいろいろバレそう。住んでるとことかも言ってないんだよ私動画の中で。いろいろバレそうだな。初めて買った CD はなんだろうな。デレレ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 レデレレ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 レデレレ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 デデデデデ大気っていう入りっていう入り、これは分かる人は多分分かると思いますよこれ俺生まれて初めて買った CD の、イントロです急にイントロドンみたいな感じだけどこれ初めて買った CD、 初めてやったゲームは何だろうな。初めてやったゲーム、何なんだろう。うちね、お兄ちゃんがいるので、やっぱ、お兄ちゃんの影響をすごい受けてるんですよ。私、尊敬してますから、お兄ちゃんのこと。ああいう大人になりたいなって思いながら、慣れずに、そのままね、慣れずに大人になってしまったので、なんだろうな、うちのお兄ちゃんね、すごい、なんかこの、おしゃれオーラが出てんだよね。このT シャツとデニムなのにもうそんだけでおしゃれみたいな、いるでしょそういう人、皆さんお友達にも。ちょっと何それみたいな、その格好を俺したら超なんかダセー感じだけどっていうなんかさ、デニムと普通になんか無地の T シャツなのにおしゃれに見える、そんなね、お兄ちゃんのね、影響をだいぶ受けているので、一番最初やったゲームは、なんだろうな、ファミコンのドラクエだな。ファミコンのドラクエを、お兄ちゃんのやつで、やってた。お兄ちゃんの名前にして。主人公をでで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 でだね。これさ、今思ったんだけど、YouTube ってこの第三者からこの何著作権のある BGM とかを使うと、そのね、その何申告申なんて言ったらいいの、これは著作権があるため広告をつけられませんみたいな、広告をつけなければなりませんみたいなのが出てくるんだけど、これアカペラでさ、よりリアルにさ、よりこのリアルに全てをさ再現したらさ、アカペラでもそういう申請くるのかな超リアルにすんの全てを完全にコピーするの。あぶね、いやそれはないな。うん、でまあ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 、でね、そのねドラクエがやってて、俺ねなんこれ分かる人いるのかな、ファミコン版のドラクエとか昔のドラクエって、主人公の名前を4文字にしかできないんですよ。で4文字にしかできなくて、なおかつ濁点も一文字分に入っちゃうわけだから、なんつったらいいのかな、ザとかだったらさで一文字、点々で一文字っていうになっちゃうんですよ。でね、俺名前が4文字なので、名前が4文字でなおかつ濁点が入るんですよ。濁点が入るので、そうなると5文字になっちゃうんだよだからね、いつもそのちっちゃい時は
その主人公の名前はずっとねお兄ちゃんの名前だった。お兄ちゃん3文字だったから憧れたな。なんか3文字の名前憧れたな。そういう年あったな。いやマジ本当に、ね、これちょっとねブレブレ、今日は話がいろいろブレブレだけど、もうこれをこのまま出しますよ。私出しますよ、ブレブレの動画っつって出しますから。あとなんだろうな、初めてや何言った今ウィングまで、初めてやったゲーム と、初めてやった、じゃあ初めて買った CD かと、なんだろう、なんだろうな、あと初めてはじめ初めてやった FPS は、その中でもね、初めてやったゲームの中でも初めてやった FPS は多分 PC ゲームなんだよな。コールオブデューティーも、職場の後輩から、なんかしましょうよって言われて、一緒にしましょうよって言われて、で俺その時まだプレステ3すら持ってなくて、一番最初プレステ3だったんね。でプレステ2までは持ってたんですけど、プレステ3を持ってなくて、でワンプレで、それでプレステ3買って、うわっちゃおで、ゲーム買って、でそっから BO だね、コールオブデューティーブラックオプスから入ったんだよね。でそっからすごいハマって、でもブラックオプスもまだまだその発売して、もう BO2 が出る寸前ぐらいで買ったので、だまだ全然 FPS 歴は全然浅いんですよ。すいませんね、いつもこんなヘンテコリンな動画でね、全然何もためにならないこの動画でね、すいませんねマジどうしよう、何今日話すこと全然、なんだろう、普段からノープランなんだけど、あ、終わっちゃった普段からノープランなくせに、なんかそこで無理してこの喋ろうとして、みんなすげえな、本当によく話せるわな、みんなすげえなめっちゃ俺成績悪いしお疲れ様でした。